はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助詞丸二をお送りします。で、前回からね、助詞が始まって、まあ2本目です。まあ続きというか違うね、助詞をやっていくんですが、今回はポイントに問題はありません。普通の問題がここに8問あるので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まずポイントの方から確認していきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、助詞をね、今やってますけど、助詞は4種類あるんだよね。で、前回は角助詞っていうことで、それがまず1種類目だったの。角助詞ね。で、今回2種類目が登場します。それの名前がこの接続助詞です。接続助詞。で、そのままです。接続の関係を示す助詞なんで、接続助詞と呼ばれています。で、これはね、個人的な意見なので、学校の先生が、もし、前回、角助詞覚えてもらったでしょ？鬼がトヨリで空の部屋ってやりましたけど、で、同じように、接続助詞も覚えなさいというのを授業でやったら、ぜひそれで覚えてください。ただ、個人的にね、俺は、角助詞さえ覚えていれば、接続助詞はこんな感じで、探すタイプの問題が今まで多かったので、今回ね、覚え方は取り上げてないんですけど、まあ一応ね、こんな感じでやっていきます。で、この問題が次の文の中の接続助詞をまず探します。それに線を引くと。で、その接続の関係って3つあるんです。どういう接続の関係かっていうのが、順接、逆接、並立です。で、そこから選んでいきます。いいかな？で、これも個人的なやり方です。これね、感覚で結構慣れてたりとか、自分に合うっていうタイプの子だと、スラスラいけます。あ、これ順接、逆接って。で、ちょっとあんま得意ではない感じの子であれば、個人的には順接は最後に残した方がいいです。逆接と並立は探しやすいので、なのでそんな感じで探していきます。だから、ちょっとね、最初、1、2、3をまとめてやるんですけど、2からいきます、先に。2から。ちょっとね、分けあって、いいですか。じゃあ2番いくよ。並んだけれど変えなかったです。で、答えからいきます、これ。並んだけれど変えなかった。まず、接続助詞、どれかっていうと、これ、けれどです。けれど。で、どれか、関係は。これ、逆接です。で、ここで逆接の説明をします。簡単に言うと、その接続助詞、けれどの前、こうやったんだけど、ダメだったみたいなイメージです。逆のことが出てくる。こうやったから結果的にこうなりましたよってことじゃなくて、こうだったんだけどこうなっちゃいましたみたいな感じ。これが逆説。で、今回の場合だと、並んだんだよね。でも、並んだんだけど変えなかったっていう。これが、並んだから変えたとかいう風だと逆説ではないんですけど、こうやったんだけどダメだったみたいな感じの、このイメージを持っといてください。これが逆説です。で、次3番いきます。3番ね。優しいし、かっこいいです。ね、なかなかね、こう、モテおな感じがしますけど。で、これの接続助詞は、しです。し。で、これ、答えを言うと、関係は並立です。で、並立っていうのは、並ぶっていう漢字が入ってるでしょ。だから、あることと、あることが並んでるんです。で、今回は、優しいんだよね。この人、優しい。で、優しいプラスかっこいいなんだよ。二つのことを持って並んでるん、これが。だから、優しいし、かっこいい。こう来たら並立になります。で、もちろん、しで来たら並立とか、けれどは逆接、そう覚えてもいいです。ただ、接続助詞の中には、この接続助詞は、並立になる時もあれば、逆接になる時もあるってこともあるんです。なので、こういう風に使ったら並立。こう来たら逆説みたいな感じで覚えておく方が、こういう問題が出てきた時ね、解きやすいかと思います。ちょっとまず二つ復習しちゃいますね。なんとかしたんだけどダメだったみたいな。こういう逆のことが起きてしまうのが逆説です。で、優しいしかっこいいみたいに、これもあってしかもこれもあるみたいな。の時が並立になります。いいかな？で、来ると、1話に戻るとね、新しいから綺麗だ。まずね、どれか。これです。からです。新しいからのから。で、これの関係は、
純説です。でこれはね、まあ、逆説の純説は逆の関係になってるんですけど、今回新しいんだよね。だから綺麗なの。いい、並んだけれど買えなかったは逆のことでひっくり返るんだけど、これ逆じゃないんです。新しいから綺麗だよねってそのまんまつながる。こういうのを純説って言います。で俺がよく使うのはからとけれどを覚えてしまいます。これはからが来たら純説、けれどが来たら逆説です。俺がよく使ってるのはね、これはね覚えておくといい。この2つだけはね。でこれが新しいけれど綺麗ではないだったら逆説になります。新しいんだけど汚いみたいな、綺麗じゃないのみたいな、からと逆説になる。いいかな。では4番からね調べていきましょう。まず次、調べてもわからないです。調べてもわからない、これまず接続助詞どれかっていうとてもになります。てもで、これどれかなって考えると調べたんだよね、でもわからなかったの。え、調べたんだけどわからなかった、ひっくり返ってる。なので答えは逆説になります。でこれはね絶対使える技じゃない技じゃないので、まあなんだろうな、もしねよかったら使ってほしいんですけど、さっきからとけれど覚えてって話をしました。からは純説なんです。けれどは逆説なの。でどうするかっていうと、このね調べてものてもをどっちかに置き換えるといいです。例えばちょっとね言うとおかしくなりますけど、調べたからか、調べたからわからない、調べたけれどわからなかった、どっちがしっくりくるかっていうとけれどだよね。調べたけれどわからないみたいな。でしっくりくる方がけれどなので、あこいつ逆説の仲間なんだという調べ方もありです。からとけれどにちょっといい感じに変えてみる。でどっちがしっくりくるかっていうね。で次、行ったのに会えなかったんです。行ったのに会えなかった、これね、まずここのに、これが接続助詞です。のにね。でこれも行ったんだよね、でけれど会えなかった、行ったけれど会えなかったのがしっくりくるので、これも逆説になります。でここまで接続助詞に線引いてきたでしょ。で確かにねこれね目印があって、当点を目印にするといいんですよね。例えばここ、新しいから当点、けれど当点、し当点と全部なってる。で確かに基本的にね接続助詞っていうのは当点の前に来ます、ほとんどが。けれど来ない場合もある、こうやってね。なので必ずって覚え方はしないでください。でもその場合が多いよって覚えちゃっていいんですけど。で次6番、荷物が重くて持てない、荷物が重くて持てない、これどれが接続助詞かっていうと、これ手なんです。手でこれはどれかっていうと、荷物がさっきまでけれどやってきたんで、けれど行こうか。荷物が重いけれど持てない、ん？って感じだね。じゃあから行ってみよう。荷物が重いから持てないの方がしっくりくるね。いい？だからこれは純説になります。で次、安くて美味しい、でこれどれかっていうと同じく手です。これが接続助詞で、これもけれどとからに置き換えたい、置き換えてみようか。安いけれど美味しい、うん、違うね、安いから美味しい、あれこれも違うね、安いから美味しいっておかしいもんね。でこれ実はね答えから言うと並列なんです。これ並ぶやつね。でこれはしに置き換えると一番本当はいいんだけど、安いし美味しいんだよね。だから安いっていうことと美味しいってことが並んでるんです。だから並列になる。これはいいかな。でここまでねからとけれどに置き換えてやってきましたけど、それがねうまくいかない場合もある。で最後、そこに着くと彼がいたです。でまず接続助詞どれかっていうととです。まあ当点もあるからね分かりやすいかと思うんだけど、でこの場合そこに着くから彼がいた、うん違うなと、そこに着くけれど彼がいた、まあこれも違うなと。でこれね実は並列でもないんですよ、詞も違うんで。で答えから言うとこれは純説になります。
で、一番最初にね、逆説と並立から探すといいよって話をしたでしょ。で、なんでかっていうと、まあ、ずっとね、ここでやったようにイメージで持っておくといい。例えば、逆説っていうのは並んだんでね、あることをしたんだけどダメだったってひっくり返る。このイメージが逆説なのね。で、並立っていうのは優しいしかっこいい。このこととこのことが並んでるイメージ。で、それ以外当てはまんないのは順説って言ってみるといいです。結構消去法になりますけど。で、これはそれでいくといい。もちろんとっていうのが、でもとはね、順説と逆説両方使うんで厄介なんですけど、そこにつくと彼がいた。で、そこについてで彼がいたっていう、まあ、確かに順説なんですけど、それがしっくり来ないパターンは、ひっくり返ってないでしょ。そこについて、だから彼がいちゃったみたいなことでもないし、そこにつくってことと彼がいたっていうこと、それ優しいとかっこいいみたいに並んでるわけでもないからね。なので、当てはまらないから順説という消去法で解いてもいいと思います。で、問題は以上なんですけど、最後ちょっと口で付け足させてもらいます。前回格助詞をやったでしょ。で、その時に、その鬼がトヨリで空の部屋ってやりました。で、実は、その、鬼がトヨリでってあったでしょ。で、そこに出てきたものが全部格助詞だけだったら楽なんですけど、ととか、からとか、これ、格助詞にも入ったし、接続助詞にも噛んでる。接続助詞にもいるんだよ。からいるでしょ。で、ともいたでしょ。これ、格助詞にもいるの。だから、そのからが格助詞なのか、接続助詞なのか、もちろんこの後に出てくる助詞もそうですけど、どれなのかっていう区別をする必要が出てきます。問題によってはね。で、例えば、さっきも言ったように、接続助詞なら、すぐ後ろに当点、これが一個の目印になります。でもこれ確実じゃないんです。確実じゃないと。で、前回格助詞の動画をやった時にちょっとね、書きましたけど、格助詞っていうのは主に体現につきます。これがキーワード。ちょっと復習になりますけど、格助詞っていうのは体現につくんです。で、この接続助詞は体現につきません。新しいからでしょ。新しい体現じゃないからね。で、並んだけれど、並んだも体現じゃないからね。なので、そこで区別ができるっていうのもちょっと頭の片隅にね、ぜひ置いておいてください。では、今回は中学国語助詞丸二をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ続きます。助詞ね、まだ2種類残ってますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。